今だからこそ言いたいこと、まあ、聞きたいことでもいいですしこんなことありましたよねっていうことでもいいと思うんです共演者の方でもいいですし監督にもでもいいんですけれども早速皆さんからお話を伺っていきたいと思いますのでここはせっかくなのでじゃあ佐藤さんからいいいきたいと思います、はいえー、僕初めて舞台挨拶こうして出るときにやっぱすごい緊張しててすごい調べたんですよ。でまあ大体の人が あの、ピシッとしたフォーマルなあの黒い服でなんかみんなカチッとしたイメージで来るのかなと思ったんですけどもう主役がこれだからあああもうあれ、なんか全然僕のイメージしてたのと違うなみたいな真っ白いるし真っ白めっちゃオーバーサイズだしみたいな,なんか、あれこういうもんなのかなっていうのが今の僕の素朴な疑問です。<laughs> 違うんんですよ、僕もなんか そのイメージしてた舞台挨拶って黒のジャケット着てちょっとおしゃれなガラシ,シャツとか着て出てるのかなと思って逆にこっちで行こうと思ったらみんなそれぞれいろい割とそっち側だった <laughs> そうみんなその考え、うん、逆の方であっちゃったっていう逆にいいじゃないですかねでもこれはこれで私はちゃんとあんちゃんが赤の帯だから赤に着ようと思ったんですよ,ですよ、ね、ほらああ<ー>そういえば俺もだ赤と青ですからね <laughs> おかしなことですよありがとうございます <laughs> <laughs> では、続いて、ゆきさん、いかがですか。あ、はい。そうですね。あのー、冬だったんで、撮影が。今でも、覚えてるのが、あのー。そのシーンの前に、冬の設定じゃないんですけど。なんで、氷を舐めて。あ、や。っはい、たねー氷を舐めて、もう用意ドンかかる直前まで、氷を舐めて。挑んでましたね、撮影に。息が白くなっちゃうんで。 はい全然ねそのそのそのね <laughs> そのシーンをした人が今日一緒にいないんで共有できないんですけどこの時間、はい、ただ言いたかったんですすいません頑張ったね、はい、そういうようなこともあったんだよねっあったんですよ <laughs> あでもそういう話もすごくいいと思いますじゃ鈴木さんいかがですかそうですね <laughs> <laughs> あの 僕は本当にそれこそさっきからみんなが出てくる撮影の思い出とか本当に何一つとして共有し,共有してないというか本当に基本、エライザーとしか思ってないしなんか変な感じで、まあ、事務所に入った同じ事務所なんですけど入った時期もそんなに違わなくって、うん、なのに急に先輩な感じで来るから <laughs> そうそう。<laughs> そうでキスシーンとかもあったしねすぐ殴られるけどねあそれはすぐに盛り上がりましたすぐにヨウタが殴るあのシーンの日ってねいやだから二人同じ事務所で前から顔なじみだから仲いいなってのがすぐ伝わってきてそしたらパッと横見たら中尾が嫉妬の目でね捨てないっすよ捨てないもうすごいあれ 俺が恋人役なのになってすねてる表情が俺、ちらっと見てそのあとエライザにあいつにもちょっと話しかけろって盛り上がっちゃったんですよね、あのシーンの日なんか俺、このエライザとキスした2秒後に殴られるんだよって面白いのが一応、戦隊ものの先輩が後輩に殴られてるっていうのが個人的ににそそううねだかから確嫉妬じゃなくて普通になんか先輩だっていう感覚になっちゃってて。 ちょっと抑えて,てたんですよね。そういうことにしましょう <laughs>。<laughs> それもありましたね。はい、うん、でも撮影はすごく楽しかったです。楽し,ですね、楽しかったです。本当にありがとうございます。さ <laughs> あ、では続いて松尾さんいかがですか？はい、そうですね、えー、すごく撮影。は短い期間ではあったんですけど、まず思うことはあのー、そうそう見てくれた方はわかると思うんですけど、あまりもう僕自体は病院から。 一歩も外に出てていいていいいなっうことがありまし病人の役ではあるし体が弱いっていう設定だからこそっていうのもあるんですけどでもそこから見て本当にその皆さんの,その撮影入る前とかの,その練習している姿だったりとかその弓道のの構えとかそういうようなものをずっとその分客観的に見れている部分もあったのですごく皆さんなんだろう偉そうに聞こえたらあれなんですけど。なんか 一生懸命取り組んでいて、<laughs> うん、あ、まあ、まあ、すごく、まあ、なんか先生みたいでますけど、まあ、<laughs> 緊張してる？え<や>、緊張してますね。あのね、若干震えてる。うん、<laughs> あのね、そうなんですよ。緊張してるんですけども、でも本当になんかそういう風に皆さん一丸となって、もうキャストの皆さんだっだったりとか、スタッフの皆さんも全員チーム一丸となってこの作品を作り上げてる姿を。 見れて、でそれに一緒に参加することもできて、本当に良かったなって改めてこの公開初日を迎えて実感することができました。はい、ありがとうございます。素敵です。はい、ありがとうございます。では中尾さんいかがですか。はい、あのさっき言ったんですけど、その弓道練習の時に2ヶ月ぐらいあって、その時にあの監督とエライザちゃん 会うことがあったんですけど、元々エライザちゃんと監督が、あの前の映画の作品で一緒で、二人が元々仲良かったんですよ。で、あ、監督が。 すごい気使遣ってくれてるの分かってそのできるだけ中尾に喋りかけよう喋りかけようっていうのをすごい感じてす助かったなっていう記憶は僕すごいあっての気使遣ったわけじゃなくて俺単に女子苦手だからさ、はい、男子のそばに寄っちゃうんだよ <laughs> いやなんから、まあ、身内感出さないとこねっていうたたたたたまたままま取り決めてたのううう、ん、そそかけてたそうそう気遣ってたんですよ、最初に <laughs> <laughs> それはすごい助かりましたね最初。 あと、あと、あと中尾と松尾わかりにくい <laughs> <laughs> そこね、<laughs> そうはい、次行きましょう <laughs> 次行きましょう次 <laughs> 言いたかったね、はい、はい、どうもありがとうございます <laughs> さあ、では池田さんいかがですか初日だからこそ言いたいことそうだな、皆さん恋してますか <laughs> えっと、すごいなんかため息が恋したいと思ってますか <laughs>、あのー、この映画やってて本当に思ったんですけど恋をしてるといろんな選択肢があるんだなってでこの2人は選択肢を誤ったからああなっていったんだなって。 思ってよく取材でも「あんちゃんとエライザさんは似てるんですか?」って聞かれるんですけど全く似てないなって私だったらもっと幸せな方向にいけるんだけどなーって思いながら、うん、でもなんだろうな2人が本当に2人がじゃないあんちゃんが本当に弓道が好きだったからこそ自分の知らない感情に出会って恋愛と弓道どっちにもまっすぐ頑張ってっていう結果が多分ああなので。 うん、よくわかんないけどみんなちゃんといい声してね <laughs> それだけが言いたかった、うんうん、いい声してくださいありがとうですかいやなんで誰も言わないのそうですねやりたい役やっぱり僕はでも,もうずっと三上についてばっか考えてて映画見てなんかそのなんか初めて。 視野が広がったというか、もうずっと一直線の役だったんで。なんか三上以外役が見えてなかったんで、なんか一回。その、その。三上の呪縛から外れて。いろんな役をなんか流してみたいなと思いますね。誰と言った方がいい。三上をもう一回やりたいです。三上かい。<laughs> でもね、あの。 この間の、完成広社会、いらっしゃった方、いますか、この中で、あ。あじゃあねああ。ありがとうございます。ありがとうございます。弓<う>道でね、すごく昇格試験を受けられて、い見事初段を取得したというね。本当に改めて、おめでとうございます。<お>誰でしょう。今日は、さらに、症状を持ってきてくださったんですよね。<laughs> はい、あそうなんですよ。ちょっと見せていただきけ。ああ、すみません。じゃ、こちらなんですけど。えー、まあ、先月。確か先月かな。確か先月頃、弓道の。 初段を取りまして、まあ、結構、質素だなと思ったんですけど <laughs> そんなこと言わないの <laughs> これ、本当に実際に、まあ、映画終わった後なんですけど本当に弓道にはまってシャャッターチャンスです <laughs> <laughs> こちらでも初段取って本当に弓道好きになったので今回の映画で本当皆さんが弓道に、まあ、興味持っていただいたら嬉しいなって思っています。なんかなんかここっ,ちもて <laughs> こっち向きにも <laughs> これを 拡散してください。<laughs> <laughs> お願いします。すすね、素直でよろしい、ね。改めておめでとうございます。うん、おめでとう。あ、僕からいいですか。あそうです。今回そのまあ今まで少女漫画原作の映画って聞いたらキラキラ王子様系とかそういうのを思い,浮かぶ思い浮かぶと思うんですけど、まあその今までにないような新しい一角をまあ立ち上げたというか。 その、まあ、さっき湿度が高いと言いましたけど、なんか本当にそんな球道、まあ、が合わさることによって少し何というか文学的な雰囲気にもなってて、その中で起こる事件を皆さんが目撃者になるっていう、まあ、新しい感覚の映画かなと思っています。まあ、今回こうやって皆さんで会えたこと本当に光栄の幸せに思ってますし、まあこの後いろんな SNS で広げてどんどんいろんな方に見てほしいと思っているので。 皆さんも一緒に頑張ってこの映画を盛り上げていきましょうありがとうございますでは最後に池田さんお願いしますはい、えー。この映画を撮っているときは弓道と恋愛のことに必死で見てる皆さんがどういう映画だと判断するんだろうっていうことまで考えていなくって今も皆さんがこの一例主テキスという映画を見て どういう映画だったかどういうふうに感じたかっていうのは全然分からなくってでもそれは今日公開したからには皆様に委ねようと思っているので本日より私たちの作品は皆様のものになると思って公開終了までそしてまた DVD などが出るまでは責任を持って主演として宣伝したりこの作品への愛を途切れることなく持ち続けていようと思っています。 えー、今日皆様と <laughs> シリが発動しましたねすみません何とおっしゃったか分かりませんって<う>そんなわけないでしょ、えー、すご,いごめんねもうちょっとはきはきしゃべるわ、ね、めちゃくちゃ伝わりましたよ、はい、ごめんね <laughs> 持ってるね <laughs> シリ以外は賛同しましたねはい、はい、<laughs> なのでった、ね、<laughs> 皆さん、えー、この一連してキスを愛してください私たちも、えー、最後まで走りきりますはい 今日は来てくださりありがとうございました何度でも見てくださいありがとうございましたいかがでしょうかはいどうですかいいですか